こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はヤゴッタとライハーナの最後ということでですね、一番最後の238からのところをやっていきたいと思います。タラッタパッパッパッパーのタラッタでもシンコペーションしちゃって、このドラマはシンコペーションした後のウカッカッカーのところを手を忘れがちなんですね。そこまでは歌っててウカッカッカッカーを入ってきて歌わせて、まあ最後のウタッ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 というところまでは、この通りやってますが、こういうのって僕イージーバージョン作りますが、やっぱりしっかり決めてあげた方がやっぱ感はやっぱ歌いやすいです。で、手前に僕は前回のショーの最後がで終わってると思うんですけど、これは頭に行くためのフィルですね。ラブ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 というふうに間全部埋めてみました。という方が多分最後盛り上がっているので、ここが一番盛り上がるところなので、これぐらい音を埋めていいと思います。というふうに決めてるんですね。まあ、タタッ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 タ
バラ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 、ここのうっとん、ここスニア入れてあげた方が三裏が出しやすくなります。バラ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 、この方がだんだんパッと音を通すという具合にグッと一段上がる感じがするので、僕がよく使う手法ですね。208からの原曲のやつはタッ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 なってますね。タタ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 タバラ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 タ。この呼び込み面白いですね。で、こうレガート戻る。全部表でなんかこうまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですけど、ここをやっぱりちゃんと決めて208ね、スニアの合間入れは2回に1回ね、ダバ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 ダ、ガッカーは全部合わせます。僕はまあ最後だし、チャッチャッチャ、最後の伸ばしはバストラとシンバルで同時で、この伸びたくしてからみんなでするといいかなと思います。この部分ですね、まあ要は僕もこの辺は大学生の頃にいっぱいこうコピーしましたけど、やはりこう理にかなってないところっていっぱいあるんですね。でもただそのバンド自体が慣れてるからこうやり取りをしてるとうまくいくんですけど、こういうのってこう要はまだまだ若いバンドがそのままやっちゃうと、要はかなり省略が多いし、さっき言ったみたいに
前のフレーズを優先して後ろだけ合わせてると、管楽器ってやっぱりトランペットとかってタンって入るとタカッ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 って吹きやすいんですけど、ないと怖いんですね。しかもキメもやってないから、だからバンドが結構まとまりにくくなってしまうんですね。なので、イージーバージョンが絶対にいいというわけじゃなくて、そこら辺見比べてみてもらって、自分でブランク譜面を作ったので、そのブランク譜面に自分で書き込んで、自分なりにああだこうだ工夫してやるということですね。大事なのは全てのセーブがどう絡んでるか、ドラムがちゃんと全部全てのセーブが頭で鳴ってるかどうかっていうのがすごい大事です。なのでアンプしてしまうのが一番いいですね。やっぱりアンプするにはやっぱり一回書き出してみて、このようにこの段数をちゃんと合わせて書かないと、あれってただただ書いてあるんで、どこが4小節、どこが8で、どこでこう大きく区切れてるのかって分かりにくくなるんで、こういうふうに書いた方が、ここの何枚目のこの辺だな、何枚目のこの辺だなみたいな感じでアンプがしやすくなります。でビッグバンドの決めってまたベーシーものと似てるんで、似てるけどずれてたりフレーズがずれてたりするから、まあ一応そのリマインドのために置いてはいるけど、ほとんど僕は見てないって感じですね。基本的にビッグバンドの時は見ないようにしますね。仕事が入った時はできる限り覚えていきます。ということでございました。というわけで、ちょっと4回にわたってちょっと難しかったかもしれませんが、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。